知られざる海の魅力を発見。みんなの青色。まだ耐えます。上にスペースがあることを。ここでスポニックチームが勝利となりました。おめでとうございます。神奈川県横浜市で開催された e スポーツの大会。でもこれゲームをするだけのイベントではないんです。会場を飛び出した出場者が行うのは、飲み会終わりの飲み会セットを、はい、拾わせていただきました。街のゴミ拾い。ゴミ拾いにスポーツのエッセンスを加えたスポゴミと e スポーツを組み合わせ、楽しみながら SDGs の達成を目指す e スポゴミ2022横浜大会だったんです。ゲームの勝者はゴミ拾いを有利に進められる助っ人をゲットできるんです。そして拾ったゴミには種類ごとにポイントが決められ、その合計点を競います。なんか2部に分かれててどっちもそれぞれ楽しかったし、なんかこうゲームでいい成績が収められなくても、なんか自分たちの頑張り次第でゴミ拾いの方が頑張れるっていいなって思いました。全部楽しかったです。海ゴミの8割は陸からと言われています。街をきれいにすれば海もきれいになりますね。チェンジ。海はいつもみんなのそばに。海と日本。